そんなのいいでしょ。ダメよ、きちんとしなきゃ。もう、あんまりうるさく言うとメディサを嫌いになるから。嫌いで結構よ。だから言う通りにしなさい。もう、モアナはメディサが好きなのに、なんで結構なんて言うの。どうしたんですか。エレノア、メディサがお風呂から出たらしっかり髪を乾かしなさいってうるさいんだよ。え、そんなことで揉めてたんですか。そんなことじゃないわ。クーマだからって風邪をひかないとは限らないでしょ。風邪なんてひかないよ。モアナ、苦いお母さんのお薬飲むの嫌だもん。わがままを言うと無理やりゴシゴシしますよ。そんなにムキにならなくても、もうモアナの髪も乾いてるみたいですし。そう、もう乾いちゃった。甘やかしてしまいましたね。まったくね。もしクーマが風邪をひいたらどうなるか、治す手段があるのかわからないのよ。はい。もっともあなたが負い目を感じるのもわかるけど。モアナのお母さんの話を。ええ、ライフセットから聞いたわ。案外おしゃべりじゃのう。ごめん、でもメディサには言っておかなきゃって思ったんだ。いいえ、私から伝えておくべきでした。おかげで何があったかよくわかったわ。残酷すぎる事実よね。はい、とても小さな子供に耐えられる話じゃありません。モアナには本当のことは言わないつもりです。そうするしかないでしょうけど、あなた嘘を突き通せるの。やらなきゃいけないんです、モアナのために。モアナのためにか。わかった、この件には協力するわ。わがままな子供のために物好きね。子供はわがままなものよ。本当なら家族が、母親が付き合ってあげるはずのわがまま、あなたには覚えがない。あいにく私は物好きじゃないのよ。いやはや、どっちもそっちも問題山積みじゃなぁ。